でちょうど試合前に首のヘルニアが出てきてて、うまく手も動かなくなってたんですよ。もうなんか死にたいみたいな、なんで俺ここにいるんだろうって、何すればいいんだろう毎日。本当になんかこう首の怪我で3キロのものも持てない状態になって、生活も普通にできないわけじゃないですか。格闘技もできないし、そんななんかどん底の状況で、もう結構人に会うのも嫌だったんですけど、僕の場合はすごく周りに恵まれてたのかな。周りの人が引っ張ってくれたりとか、周りの人が僕が乗り越えやすいように助けてくれたりすることが多かったんで、へこんだ時も落ち込んだ時、どん底に落ちた時も立ち直れたんで、周りの支えがあったからここまで来れたかなって